エニシダ族は、マメカの族の一つ。アルギラサイティサス、ジェニスタ、スパルティウムなど、25族約200種で、エニシダ説を構成しており、これらをまとめて、エニシダと呼ぶことがある。俗名のサイティサスは、古いギリシャ語のカイティストに由来するとされている。和名のエニシダは、一つ場エニシダ族の英語を読み、ジェニスタが生まったものとされているが、確証はない。アジア西部からヨーロッパ、 アフリカの温暖な地方に30種余りが分布している。落葉、または、常緑の低木で、樹高は2から4メートルくらい、よく分子し、葉は単葉、または三列し、非常に細いものが多い。花はよく分子した枝の溶液に咲くか、相乗過剰を作り、一つの花は小さいが、非常に多数の花が開花する。原則として木花だが、白花もあり、後輩種には、 赤、ボタン色、ピンクオレンジ色や、それらと黄色の服色バナーになるものもある。果実は、鞘やドをそっくりだが、こなすと真っ黒になる。挿し木などの栄養繁殖はしにくいが、後輩種は種をまいた翌年から開花するため、原則として未生で増やす。種は、ソメイヨシノが散った頃に朝鉢などに巻き、2ミリメートルくらい、複土しておくと、10から20日で発芽する。 一度移植用のポットに取り、庭に1メートルの株まで定植する。大きい苗の移植はできない。春から秋まで日がよく当たり、排水の良いやや乾燥気味の弱アルカリ性の土壌でよくできる。西洋では、エニシダの枝から放棄を作った。魔女がまたがって空を飛ぶという放棄もエニシダの枝でできているという。枝先の帯化したものを、 石灰西だといい、池花などに利用される。ありがとうございます。